こんにちは、ゆうです。バズのおじさんです。はい、今日誕生日の方おめでとうございます。はい、おめでとうございます。この動画上がってる時の誕生日の方、ほんますいません。はい、今日もかけにサバか柴犬丸やっていきたいと思います。はい、僕がねずっと使いたかった、はい、今日はねライトニングさんを使ってね、はい、まあ、前回ねガチャ爆死したんで、はい、クエスト11をね、はい、今日やっていきたいと思います。あ、12ね、この前ね前回のガチャ動画で10までって言ったんですけど、12クリアしましたね。はい、びっくりした。はい、それではパーティーご紹介します。はい、こちらですね。はい、もうここからね BGM どっからかね多分 FF13 の先行が流れてると思うんですけど、それはご容赦ください。僕はちゃんと自分でアレンジしたもんです。はい、それではご紹介しましょう。はい、リーダーのライトニングさんに、中学生全パラ教科ね、せっかくなんで FF キャラから導入されたんで、全パラ教科に、リーダーチェーン体制ドラゴンキラーで、これ闇カーリーの武器ですね。はい、で、こちらインデックスですね。インデックス、超高度ということで、はい。もう自動回復に頼ろうと思っております。で、耐性もいっぱいあるし、スキルも詰めるんでね。こんだけスキルいるかって言われたら、いらんのですけどね。はい。こんな感じ。で、潜在がスキル遅延物に、HP 最上位のやつを1つ。で、ドフラミンゴの武器でまたさらに HP と指持ってますね。はい。で、これが、四天王寺高校の、中学、はい。テニプリ武器の、テニプリ武器じゃなくて、テニプリコラボの、方ですね。はい。超学生スキルプラスに毒面ザメ耐性。で、HP 最上位のやつを一つ。で、またここも HP 持っちゃってます。赤オーディの武器ですね。はい。で、こちら、さすがに、軽減がないんで、リーダー好きで、後でご説明するんですけど、はい。軽減枠として、ラビリルを入れてます。ラビリルに、遅延されたらもう終わりなんで、はい。グッバイなんで、はい。スケッチェン6つに、コンクエストレコード。はい。またチーム HP 持ってるわ。はい。で、変身後がね、この、五色攻撃強化の覚醒数字に応じて攻撃強化上昇で、あと4ターン内のダメージを軽減してくれるという軽減ループのキャラですね。はい。で、こちらが、一応無効貫通枠ですね。無効貫通枠に、また超覚醒スキル。もうこれ変えるのめんどくさかったんですよね。はい。超覚醒スキルプラスに、上限解放。で、それかけるハイウィンド。はい。シドの、分岐みたいな武器ですね。はい。まあ、せっかくな使おうということです。はい。で、フレンドさんというか、まあ、自前で用意したんですけど、はい。せっかくなら FF キャラ入れたいということで、はい。ユーナですね。はい。ユーナに、中学生全パラ強化。で、スキル遅延マックスに、10年ガチャパワーですね。はい。こちらもね、瞬間的な軽減枠になったりとかするんで、はい。ちょっとね、はい。スキル遅延全部振ってます。まあ、上限解放してるキャラがいないとはいえ、まあ、レベル11なんでね、はい。で、バッチが HP プラスですね。リーダー好きでご紹介してもらってた。で、光属性の全パラメータが 4.6 倍、操作時間が2秒延長。4色同時、以上同時攻撃で、攻撃力5倍、ここも加算。で、光止めなんですよね。で、ユーナも、光属性の HP が 4.4 倍、ここも移動で攻撃力が上昇。最大7倍、4色3色、過去回復で、同時攻撃でダメージ、攻撃力が4倍、神。で、ここで1ダメージということですね。はい。で、バッチが HP プラスです。はい。はい、それでは、ちょっと待って、ペンがない。それだ、もうね、レベル11クエスト、11月のクエスト、レベル11ということで、1111ですね、はい。暗証番号1111です。はい、それだね。前だけ見てろ。後ろ任せる。最高よしよしよし。後ろ任せるやったっけ任せたやったっけどっち突き飛ばせた。はい。どうしようかな。あ、これ上溜まって持てるやん。まあ、いいか、もういいか。はい、はい、おかを、おかって言ってもらった。はい。まず、ラビリル使わんと意味ないんで、はい、ちょっと、早く経験貯めたいんで、ね。で、どうしようかな。インデックス使おうか、次。で、ユーナの10連ガチャパー使いまして、そして、ラビリルで一応経験貼りまして、あ、向こうかの後で貼ったら前か。で、空かけるハイウィンド使います。で、最後に闇カーリー使って。おー、いいね、やっぱり。坂本真綾さんの声いいなぁ。よしよし、はい。お腹空いたところで。はい、僕も腹減ってるわ、もうま。よし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 。はいはい。これ指長いんですよね。指長いドラゴンズは大好きなんですよ、僕。ちょっと。全然雨が入らへん。よしよしよし。あれ？これインデックスまだ立ち上がってんか？あれ？
いや、やってるよね。はいはい。オッケー。見てへんかっただけか。はい。ごめんなさい。ライトさんの声で、いっぱいいっぱいなった。やばい、これ。ああ、ええんか、別に。ならさ。はい。もうほんま7、6番目苦手なんすよね。空かけるハイウィンドウあんま、使わんとこ。苦労して指導ゲット。苦労してへんか、このアカウント。メインアカウントが一番苦労したんや。よし。はい。はい。いや、ライトさんいいっすね、やっぱり。かっこええわ。かっこええわ。って。よし。で、キリか。キリが無効貫通か。無効貫通はちょっと、あれなんで、はい。ユーナのフェイス使ってもいいんですけどね。軽減があと2ターン残ってるんで、そことうまいこと合わせといて、はい。いやー、ちょっとあれかな、無効貫通、潜在の方が良かったんかな。もうちょっと潜在変えたらね、無課金やと結構きついんですよね。よし。あ、ここで戦国ちゃう、あの、四天王寺高校のことが溜まってくれたんで、はい。これで、あれか、威嚇してる間に外そうか、もう。無効貫通。その方がいいっすね。よし、OK。で、インデックス使って。まあ、ライトさん、一回つけたいね。かっこええわ、やっぱり。かっこええ。もう、坂本真綾さんも最高。もう、ほんま、ガンダムシードディズニーのね、最近ラジオの切り抜きとか見てるんですけど、それでね、急遽ね、あ、そういえばライトリングさん使ってんかったなと思って、ライトさん、はい。で、使おうと思って、しかも強化されてから全然使ってなかったんで、はい、OK、はい、笑顔の練習。OK。この人が何やったっけな、はい。あ、ロックね。はい、OK、OK。無効貫通もないから、はい。もう指長いんで、もう指に甘えたくって、はい、パズルしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい。あ、ちょっと、全然待ちになってんかった。よし。オッケー、よっしゃ。デバフ食らってんよね。はい。これ何やったっけ？無効貫通、また無効貫通。オッケー。残しといてよかった。おーい。どうしようかな。10連ガチャパー置いといた方がいいかな。とりあえず、ウォールドベンダーっていうのを使います。はい。これ、ちょけましたね。はい。あー、マジか。無効貫通、風4ターンか。軽減はまだあるから、ちょっと一発、行きましょうか。いや、無効貫通潜在の方が良かったんかな。ちょっと、前にちょっとね、HP の最上位のやつとかね、振っちゃうとね、もうちょっと、外すのに外せないんですよね、ほんまに。この気持ち分かってくださる方いらっしゃいます？よし、OK。はい、暗闇目覚めはね、もう散々ね、コマキティでやったんで、ほんま。まあ、ええ加減にせよぐらいでね、あ、ごめんなさい、お口が。はい、よし。ちょっとパズルしますね。はい。これ絶対無効貫通潜在が良かったやつだな。無効貫通無視して、結構趣味に全ルッパしてるんで、はい。そこはね、許してください。あれ、なんか削れてるくない？結構削れてるやん。もうないよ、別に。あ、上がるん。上がってくれるん。じゃあもう全部行こうか。で、あ、光インハの方が良かったかな。とりあえず、まあ、ハピネス、シンパシーやったっけ？よし。スキル名覚えてた、僕、スキル名の方。オッケー。で、光。水か。はい。
コンボカさんが確かえげつない。えげつないことないか。指操作時間がえげつない。えげつないこともないか。結構タルタルパズルしとったらあかんな。よし。はい、オッケー。よし。で、混沌の力。はいはいはい。なんて、うん、はいはい、OK。じゃあね、これどうしようかな。なんかとりあえずこれ、使っといて。行く場合どんどん行く場合今日も勝つ場合あ、じゃあ明日も勝つ場合よし、ちょっと待って、ユーナの声聞きたかったな。あ、ユーナのエフェクト聞きたかったけど、もうええか。はい、もうしゃあないっすね。はい。よしよしよし。あ、じゃあこっちの演発使おう。はい。前だけ見てる。前だけ見てるのと被せんなって、あんだけ聞いた言うてんのに。よしよしよし。はい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 。よしよしよし。待って。ちゃんと確認し忘れてたな。これどっちやろ。まあ、多分火でしょう。オッケーオッケー。火じゃなかったっすね。はい、オッケー。さあ、クリア。はい、はい。いやー、クエスト11。11の全属性、こんからと、これからライトニングさんチャレンジしようかな。で、魔法石いただくと。はい、11個なりましたね。はい。最後の編成、ちょっともう一回お見せしましょうか。はい、こんな感じですね。はい。もう超高度の時は、はい。ライトニングさん、HP 盛り。HP 盛りというか、光属性の全パラ盛りですね。で、ユーナも全パラ盛りなんで、じゃあ HP か。で、超高度でインデックス入れてあげたらもうね、あと無効貫通のね、潜在振ってあげたら楽勝で全然いけると思いますんで、よろしければね、ちょっとね、FF コラボから始められた方とかね、復帰された方とか、はい。全然こんな編成でいけるんで、はい。もしよかったらね、ちょっと重い腰を上げて、はい。チャレンジしてみてはどうでしょうか。あー、最後にガチャ、締めのガチャ引こうかなと思ったけど、この後もちょっとね、ちょっと、13ぐらいちょっと動画撮りたいんで、はい。ガチャ、その後、引きたいと思います。はい、今回の、はい、この辺でお開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。皆さんもお疲れ様でした。ちょっと戦闘 BGM をね、ちょっと先行にしてると思うんで、はい、もしよろしければ、そちらの音楽が聞きたい方は、概要欄にある僕のサブチャンネル、音楽チャンネルがあるんで、まだまだ登録者さんも動画も全然上げてないんですけど、はい。よろしければ、ちょっとチェックしてみてください。ちょっとイヤホンのこちらからこう上げてもらった。はい。はい、それでは今回のお相手は私、ゆうでございました。はい、皆さんもお疲れ様でした。